ポッドキャスト番組すすきのにエールを、株式会社 APR グループ代表取締役青木康明です。株式会社 APR グループは現在グループ7社ですすきのを中心に飲食店など40事業所を経営し、すすきのから北海道を元気にしていけるよう邁進しております。この番組すすきのにエールをでは毎回ゲストをお招きし、その人について、そしてすすきのについてのトークを配信していきます。初の配信の今回は株式会社S エンターテイメント代表取締役鈴木真也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。貴重な第1回に呼んでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。すごいいいね、緊張感あふれる中しっかり棒読みするっていうところがまず1回目だしね、大事なところかなと。そうそうそう、まずは、うん、この番組名すすきのにエールをということなので、うん、このピンクのラベルのすすきのですね、美しいビールじゃないですか、はい、エールを乾杯でスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、じゃあ飲みながらいいんですか。飲みながらやらせていただきます。そんな素敵な番組なんですね。じゃあ行きます。それら乾杯。お疲れ様です。あ、うん、しありがとうございます。いろんな思いのこもったね、そうビールなんで。そうなんです。このね、まずすすきのエールを多分知らない方もいらっしゃると思うんで、うん、このすすきのエールっていうピンクの缶が今、ローソンさんとか、お土産屋さんとかで売らせていただいているんですけど、コロナ禍で2020年の12月にですね、すすきのにエールをというコンセプトでクラウドファンディングを始めた、そのおかげでできたクラフトビールです、うん、その時に一緒にプロジェクトチームを組んだのがすすきのでバーをやっていた鈴木社長ということで、はい、今日は第1回のゲストに参加させていただきます。よろしくお願いします。すごい本当にね、大変な時にね、うん、このビールを作ろうっていうので、エールっていうのはもちろんその応援という意味のねエールもあるんだけど、ビールのスタイルでねエールスタイルっていうのがあって、はい、まあそれをちょっとこう掛け合わせながらっていう、まあなんかこうビールを作るだけじゃなくて、なんとここのね、ここのさんにもビアスタンドまで作っちゃうっていうのがすごいね、はい、本当にもうおかげさまで素晴らしい。11月30日にここの施設さんがオープンの時の地下1階にすすきのエールスタンドという、このすすきののクラフトビールをコンセプトにして、うん、そういったスタンディングバーを今やらせていただいてますんで、うん、いやなんでこの味だけじゃなくて、あの時のちょっと大変な思いもね思い出すし、まあ、今のこれからの未来も思い出すようなすごく素敵なビールよね、俺たちにとってはね。もうさすがのすすきのエールの宣伝ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、本日2週にわたってお届けさせていただくんですが、1週目はですね、鈴木真也さんのですね、まあ、事業の紹介だったりとか人となりっていうところにこうフォーカスしていけたらなと思いますんで、まず早速ちょっと事業内容ですね、ご紹介していただければと思います。あ、はい、ありがとうございます。で、まあ、株式会社 S エンターテイメントという会社をやっておりまして、一応まあカテゴリーで言うと飲食業になるんですけれども、うんうん、S っていうのがこのアルファベットで ES と書いて S っていうね、はい、お店になるんですが、一番まあ長くやらさせていただいているのが、うん、今のマクドナルドが入っているすすきの交差点のビルの最上階のところですね。そこで、はい、お酒の瓶とか投げたり回したりしながら、はい、うん、カクテルを作っていくっていう、この、まあ、フレアバーテンディングっていうやつなんですけども、うん、まあ、それをったパフォーマンスを行いながらカクテルを作れば、うん、フレアバーエスっていうところが今一番、ね、やらさせていただいてるお店になっております。はい、はい、もうすごいそのお祝いとかでも、うん、たくさんのお客様いらっしゃってますもんね。そうですね。なので結構その S っていう名前を聞くと、多分結婚式の二次会で行ったことあるよとか、うん、あとちょっとこう若い時に二次会とかで遊びに行ったことがあるよとか、うんうん、なんかそういった方が多いんじゃないかなと勝手に思っておりますけども、うん、何年目ですか、あの場所では。あの場所でやってね、もう26の時からやってて、今41歳だから、お引き算すると、お15年ぐらい。そうです、ありがとうございます。すごいっすね、ですあの場所で15年って結構長いっすよね。いやでも御社もね、 あそこの何階でしたっけ。3階ですね。3階でマクドナルドさん、マクドナルドさん3階に日の出本舗いうお店をやらせていただいてまして、そうそうそう、だから主には飲食店の経営の創業。そうです、そうです。もうずっと飲食店をやってきて、うんうん、まあそれこそこのね、すすきのエールも生まれたいわゆるコロナ禍で、なかなかそういった宴会パーティーがなくなっちゃったよっていう、うん、
でまあやっぱいい場所なんでね、うん、なかなかそういわゆる固定としてかかる家賃とかも高いよねっていうところで、うん、まあそこからちょっといろんなことを始めていて、はい、今ですあそこの場所にすすきの村、まあ、S ビレッジっていう、うんうん、あのね青木さんにも参加していただいてるんですけど、はい、村人として村人です、はい、まあいわゆるコワーキングスペースですね、うん、まあすごくいい場所でねやらさせていただいてるのに、まあ昼間ね、全く使ってないのももったいないなっていうところと、はい、まあやっぱせっかくなんでね、なんかあそこでちょっとこうみんなが集まりながら、うん、結構未来が不安なタイミングだったんでね、コロナ禍ですもんね、コロナ禍で、そうあの時間ね結構好きで、うん、どうするこうするっていうのを、ね、はいはい、本当に朝から晩までね、もう業種とかね会社の壁を越えて語ってる時間があったりしていて、うん、まあそこから今会員制のねコワーキングスペースっていうのも行ってますと。はいはい、あれって、うん、うん、2020年の2月がコロナ始まったじゃないですか、僕ら、うんうんうん、ね、札幌っていうかすすきのからですよね、うんうん、あれ札幌からか、北海道が一番早かったですね日本で、うん、で、あの S 村を始めたのって何月ぐらいでしたっけ、うん、あれ、ね、2020年の9月、あ、したらもう半年ぐらいでは立ち上がってた、そう、逆に言うともう半年で、そっか、売り上げがないけど家賃をずっと払わなきゃいけないっていう状況でしたもんね、そうそうそう、僕ら飲食業でまだね、あの北海道が最初っていうのもあって、いわゆるそういう、ね、補助金とかなんかそういったものもまだ立ち上がりきれてないタイミングだったん で、まあどうにか自力で乗り越えなきゃいけないよねっていう、うんうん、中で、まあ、まあこう生み出したというか考え出したのがすすきの村っていうものですね、うんうん、したらもう今3年経ったんですか、そう3年経った、僕もじゃあ村人になって3年ぐらい経った、ありがとうございます、ありがとうございます、しっかり年貢を納めていただきまして、はい、ありがとうございます、まあね、あの月に1万1000円税込みですね、はい、ありがとうございます、で、その中であの朝10時ぐらいからですか、うん、朝10時からもう夜の12時までもう好きなように使ってくれっていうスペースですね、いいですよね、その家でもない、会社でもない、うん、なんかこうコンセントがあってネットがあるんで、うんうん、こう自分の頭を整理したい時とかに僕もよく行かせていただいてるんですけど、うん、あれが事業になってるっていうことがまずすごいですよね、いやそうだね、うん、なんか事業としてやっていこうっていうよりかは本当に生き延びようだったんだけども、うんうん、まあ、結果として今もね継続できているっていうところは本当に感謝ですね、逆に最初ってその飲食業から始めた時って、うん、もちろん今の場所ではなかったと思うんですけど、うん、なんでこの飲食業始めたんですか、うん、あと、はい、まあ、先ほど言った通り僕そのお酒の瓶とかを回しながら作るっていうフレアっていうのがあって、うん、まあ、これがトム・クルーズ主演のカクテルっていう映画、はいはい、これ知ってる人いる、知ってる、いやあの僕は鈴木社長に教えてもらって見ました、うん、あ、はい、あそうなんだ、はい、でもそれぐらいなんだ、それぐらい、そうなんですよ、うん、まあ本当に若かりし頃ねトム・クルーズで、トム・クルーズ自身はなんかもう黒歴史みたいになっててはい、はい、なんか言わないみたいなんだけれども、はいはい、まあ本当にこのひたすらトム・クルーズがバーテンダーとしてかっこいい映画となっていて、うん、僕もそれ見て本当に衝撃受けて、うん、まあ、そもそもそういう店に行ってみたいなって思って、うん、こうすすきのをね探していたんですけども、はいはい、ないと、うん、やったこともないんですよね、もちろんやったこともない、うんうん、でその時はこれがフレアバーテンディングっていう言葉すら知らない知らないとにかく見てみたいな生でっていう、なかったないってことはこれちょっとやったらいけんじゃね、いやいや分からない分からない全然分からない、その時に自分でやろうってなったんですか、思考が、もちろんもちろん、もう自分でやりたいなっていうのが、いや学べるところがすすきのではなかった、おそらく当時うんうん、うん、勤めることは考えれない、うん、自分でやろう、そうそうそう、で場所がどこですか、創業の最初は南七条っていうすすきのの結構ディープなところになるんだけども、そう南七条の、はい、すすきのプラザビルっていう、あ、いやもうディープですね、ディープですもうすすきのといえばあのラインまでがなんか目安ですもんね、うん、そのキングムーさん、まあね、旧キングムーさんというかの隣のビルで、はいはい、2階でやさせていただいておりました、あれがそれが今の場所が15年目 だとしたら、その場所が、うん、含めその場所から数えたら何年目になるんですか、その場所から考えるとそこは24で始めたのでプラス3年するから18年、うお、うん、じゃあ経営者を18年やってると、そうだね、17年かな、17年ほどやってる鈴木社長の会社、はい、逆にこれからってどう進んでいくんですか、これからもちろんそのコロナもね、我々一旦区切りがついていてどう進んでいくんですか、そうですね、まあその飲食の中で、まあ、食べ物のお店とかもねやったりしてるんですけれども、はい、まあ、僕のアイデンティティは結構このバーにあるっていうところがあって、うん、で、まあ、先ほどの話でそのコロナ中になんかこうみんなが集まってなんか語る
なんかこう夢語ってる感じみたいのが、はい、なんかちょっとこのね学生時代の、うん、なんか未来不安だけど俺たち大丈夫だよねみたいなことを語り合う時間みたいな、うん、のともう一個なんかこう革命起こしてやろうじゃないけどもさ、うんうんうん、ちょっとこうなんか明治維新とかのこの若いやつらが集まってなんかね、はいはい、こう企てて未来を自分たちで作って、うん、なんかそういうのもあったりしていて、うんうん、なんかそういう場所をもう一個やっぱり作りたいな今の村以外に。そうで、はいはい、とまだそうだね、あんまり言ってないんだけども、はいはい、実はそのバーをもう一軒出します。おそれが、はい、うんとね、すすきの駅お徒歩0分の0分どこかにおどこかに、なので実は場所公開しないんです、ね、なるほどなるほど、はい、なので、はい、うんとまあ基本僕を知ってもしくは、はい、僕の知っている方の知っている方、なるほど、あとはなんか DM 送れるぐらいの人、なるほど、うん、まあ一度会ったことある方でっていう、うん、まあそういった、まあこれってカッコつけたあの縛りではなくて、うん、僕がなんかどんな方かっていうの、まあ、非常に、まあ、狭い実はお店になるので、うん、はい、なんかもう僕が誰かっていうのをちゃんと認知した中で、うん、まあ言ってしまうとそういう秘密の話ができる場所みたいな場所を、なるほど、作ろうと思っております。なるほど、それはいつ頃のイメージなんですか大体と、ね、春だから3月にはオープンできるかなって。おしたらじゃあ今絶賛仕込みというか準備中で、はい、そうなんです、3月春過ぎにはそうです、また S さんの息のこうかかったバーが寿司にできると。息のかかった ね, ねすごいっすね。そうそうそう、それはなんか逆にあの楽しみっすね。そうで実はそこに、うん、あの今ねサウナをサウナ置こうと思っていて、大好きです。いわゆるこのサウナもあるバーみたいな場所で、まあ、本当に本当の意味で裸になってこう語り合っていただけるような、はいはい、うん、場所を、あれサウナ、いや青木さんはお好きでしたっけ。あのこのコロナ禍で取得しました取得した、はい、整う整うを学びましたか、はい、学びました。何回かね一緒にサウナ、はい、行かせていただいて、結構あれ濃密な時間ですよね。そうなんだよね、うんうん、普段話せない感じのこと話せるんで。そうそう、やっぱりこうスマホもないさ、うん、何かこう電話が来てって離れることもなくてさ、まあ、やっぱりこう裸で喋るっていう、うん、なかなかありそうでないじゃないですか、うん、そういう時間って、はい、なのでなんかそのね本当の意味で心を整えてもらった中で、なるほど、うん、安心できる環境でちょっといろんなね、うん、未来のことを語れるような場所を作っていきたいなと思ってます。おすごい、それはあのね本当にぜひ楽しみにしてますんで、あ、ありがとうございます。もし私も行かせていただくことがあればぜひその時また一緒にサウナ入らせてください。もちろん、はい、来てください。入らせてください。もちろん、はい、来てください。はい、ということで前半は鈴木社長の会社そして人についてお話をお伺いしてきました。次回はすすきのについてお話をお伺いしていこうと思います。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。